렛츠고! 키스! 아르토크인터 이크! 사스크 오벤톡 축하나이터네! 먼저 산도이치카라! パン生地を 平らに 伸ばして 四角く カット! これを 4等分して この上に シャキシャキの新鮮レタスを乗せて 次はうまみたっぷりハムを乗せて 次はリカの秘密の味付けをした 卵を乗せて パンを乗せて サンドイッチ完成! 次はおむすび! ご飯を丸めて 平らにしたら この中に酸っぱいけど美味しい梅干しを入れて ご飯で梅干しを包む! 三角に握ったら 次は味付け海苔を薄く伸ばして 四角くカットしたら 三角おむすびに貼り付けて 梅おむすび! よーし! 次は鮭おむすび! 鮭を中に入れて海苔を薄く伸ばして カットして貼り付けたら 鮭おむすびできた! おむすび完成! 次は卵焼き! カンカン! シャカ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 くるっと丸めていい感じ。これをカット。卵焼きできた。今度はお肉を油で揚げます。しっかり中まで火が通ったら取り出して唐揚げできた。今何時かしら。あ、やばい。早くお弁当詰めなくちゃ。できたものをお弁当に詰めていこう。 サンドイッチに梅おむすび、鮭おむすび、 卵焼きに唐揚げ、 アルト君のお口に合うかしら? オッケー! 蓋をしたらお弁当できた! アルト君喜んでくれるかな? よーし! カバンに詰めよう! バッグにリカのお皿とアルト君のお皿入れて 水筒も入れて 色違いのコップ! よーし! 箸も入れて スプーンとフォーク! 入れたら 蓋をして 準備OK! 服はどうしよう? このワンピースにしようか? トップスとチュールスカートにしようか? 今日はピクニックだから 動きやすくこっちの服にしよう! ハルト君かわいいって言ってくれるかな? 準備OK! 今日初めて来たんだけど どうかな、どうかな、この服。リカちゃんは準備できてるかな? あ、アルト君だ! はーい。え、アルト君? リカちゃん、お待たせ! アルト君、キャンピングカーで来たの? そうだよ、さあ、乗って。 うわ、すっごい! 中も広い、すっごい! 行き先は僕に任せて。 それでは出発! どこに連れてってくれるのかな、楽しみだな! いざ、ピクニックへ! ハルト君、運転上手! かなり練習したからね! 着いたよ、リカちゃん! こっちこっち! わー、すごい! 素敵だわ、ハルト君! じゃあ、ここでご飯にしよう! 敷物を敷いて、 荷物を置いて、 さあ、座ろう、じゃん! これ全部リカちゃんが作ったの? そうだよ、頑張っちゃった! お弁当も作ったから食べよう! どうかな? わー、唐揚げがいろんなところに行ってる! うわー、美味しそう! ハルト君、はい、あーして! リカちゃん! やばいやばい、やばいやばい! 幸せすぎる! 他にも食べていい? うん、パクパク、パクパク リカちゃん、美味しすぎるよ! リカちゃん、今日のお礼に! 今日のお礼に? もしかして? アルト君? チュー!やばい! 今の夢! やばい、早く準備しないと! リカちゃん! やばい! アルト君が… ちょっと待ってね、ハルト君! すぐ準備するから! まさか… 夢だったとは… 早く準備しないと! あ、みんな、夢でも! ピクニックいいねって思ってくれた子は評価をぜひ! ここでみんなに質問だよ! みんなは好き?
きな人との夢見たことある？答えはコメント欄に書いてね。チャンネル登録もよろしく。次はどっちを見ようかな。